こんにちは、イメタチャンネルです。今日はね、水道が漏れていましたので、パッキンを交換しました。結果から言うとね、ダメでした。パッキンが違ったのか、原因が分かりません。ゴムはね、前後入れ替えたりいろいろしたんですけどね、でも止まりませんでした。落ち込んでるとね、イメタがいいよいいよってね、慰めてくれました。そういうことで、その様子をどうぞ。すごい勢いでね、水が漏れていたんで、これはパッキンが悪いんだなってね、思ってパッキン交換をしようと今バラしています。で、このついているのと、あともう一つね、中に残ってたゴムが、パッキンがあったんで、それをホームセンターに持って行って、同じようなものを買って取り付けてみました。これでね、大丈夫だとね、自分は思ってたんですけどね。思いっきり締めてね、あんまり締めたらね、この蛇口つけてる家の方がね、塩ビのパイプなんで、あんまりきつく締めると、この塩ビのパイプが割れたらね、この止水栓元からね止めて水道が使えない状態になるんで、まあ割れない程度に締めてみました。それでね、もうちょい塗るから、もうちょいこうね締めたんですけどね、もうこれ以上締めたらちょっと塩ビの方がね、なんか割れるの違うかなとね。でまた水を出すんですけどね、結局は止まらなかったです。水圧がかかってたら、このぐらいの水圧かかってもね、ダメなんかな。こう水道のこの全部を変えよう思ったらね、パッキン変える、パッキン100何倍やったかな、これを全部変えようと思ったら多分5000円ぐらいいるんかな、どうしよう。このまま漏れたまま使うか、思い切って5000円以上払って水道のね、この蛇口全部をね取っ換えるか、悩んでます。まあ当分はこのまま使っていきます。また次回の動画で会いましょう。